今日は旭川北の恵み食べマルシェに来ました。旭川駅で駅前にもイベントをやってて、で反対側まっすぐ来たところ、ここ食べマルシェ、ここからスタートしていきます。毎年秋に旭川で開催される北海道最大級の食のイベント、旭川をはじめ北海道のいろんな地域と旭川市と交流のある都市など約300店舗が出店、駅前では特設ステージイベントも開催されていました。丸一とか書いてるね、鉄板焼き、山本焼き、こういう4本400円とか、飲食スペースも座って食べられるところがある。旭川といえば高砂酒造さん、飲み比べセットもあるし、飲み比べもできるそうです。スイーツ館かき氷とか面白そうよ。かき氷とかがあって、6番大たこ焼き、うわ焼いてる焼いてる、うわこれ面白い、ライスコロッケ、旭川ねこれあるよね、旭川食品加工協議会さん、旭川食料さん、三原食堂さん、うわ鶏肉だ、ベーコン、なんとクレイジーポテトと海鮮もある、牡蠣、ホタテ、すごい丸ごと鶏鶏鶏鶏鶏鶏鶏、串に刺さってるベーコン、すごいよベーコン串400円だって、美味しそう。プレミアムホテルキャビン、わなんかあったかいチャーハン、美味しそうに見える、わー食べてないよ、買いました、リンゴ飴、あれ大きい、わーローストビーフのサンドも美味しそうよ、あ900円だけど、韓国料理屋さん、チヂミね、こういう風に売ってる、食べやすく、韓国料理、辛い塩辛とかも本格派ね、鶏五目すごく美味しそうです、カニ飯もあるという、あ組み合わせ自由2000円です。チヂミ飯、キバナの森さん、わアンプルチーズパイだって、アップルパイじゃなくてアンプルチーズパイです。旭川リンゴのサクサクアップルパイ600円はカットあります。伊藤さん米こしをもちもちチュロスジャンボ豚串ってすごい大きいよ、ここジャンボチュロス、タコワゴンは大きいよ、タコでかい、いただいたら、はい、ガイドマップ、はい、今マルシェのガイドマップをドコモさんでいただきました。でこちらは、こちらチェリーさん、あたい焼きよ、たい焼きすごい、あんこ包みきれないぐらいたっぷり入ってるたい焼き、姫桜と北見産の玉ねぎの鶏串でございます。27番吉光日本さん、ウニ醤油があるよ、なんだろう、ウニ醤油、はい、日本醤油工業です、あららら、はい、はい、どうぞ、あ、ありがとうございます、はい、ウニ醤油って何ですか、ウニの味するんですか、はい、そうです、ウニ醤油味見、あウニ感すごいですね、ワインもございますが、イカスミのパエリア、真っ黒ですよ、面白い、いらっしゃいませ、長蛇の列は笑福亭さん、白もつとか赤もつとか牛すじもつ煮のところ、もつ煮、ベローズフィールドビーチさん、おお焼いてる焼いてる、ハンバーガー、旭川和牛バーガー超特価900円、こんな感じらしいよ、おこれいい匂いしてる、出ましたミカサ焼き鳥よ、ここに出店北海道産桜姫のね、これ美味しいんだよね、カルビ一番さん、切ってる切ってる、
ジンギスカン焼きそば700円1パック。お、ミディアムレアです。杉本ファームさん、あーソーセージ美味しそう。飲食スペース、こんな立って食べるテーブルもあります。ん、なんか JA 東旭川、お稲荷さん、米も売ってますよ。これ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 、旭川のお米、カリッはうま、三つ芋ブリュレに煮込みジンギスカン。本当にいろんなのがある。有名なお酒が並んでおります。日本一とかパワフルとか最高とかすごいね。いっぱい売り戻りになってます。本日の赤字だけはいっぱい300円ですよ。いかがですか。おけ入りのたこ焼きがある。具材がおけに入って、うん、面白い雰囲気。旭川のたこ焼きは大きいよ。あまりにもたくさんのお店がありすぎて全部美味しそうなんだけど何食べていいかわからない。鯛めし、カニめし、フグめし、ホタテめし、じゃこめし、いろんなのがあるんだ。大急ぎで作成中。大急ぎで作成中。お隣の町のピップ町からはポン酢でございます。塩だれ、面白い。フラノも出てますね。駆けつけたのかな。フラノポークコロッケ、あ、美味しそう、サクサク。もち米の愛別町からは、わ、お餅美味しそう。剣淵町も出ている。くん玉ね、この黒いやつ、スモークドエッグ1個243円です。標津市から橋爪かまぼこさん、美味しそうよ。すごいラインナップ。パンロールこんなに大きくて400円。昨日は完売しましたよ。あ、完売、はい、今はまだ売っている午前中。つけそうだら、ね、カリフリのかまぼこです。原料はつけそうだら。美瑛からは美瑛和牛。うわー、このサシがすごいよ。中富良野町は道産焼き鳥専門店、ビフカ白樺ブルワリーさん、いっぱいクラフトビール出ています。日本最北クラフトビールです。美味しいですか。はい、美味しいです。コミフラのポーク、飲み物が出てる。これは何だろう。こんな感じよ。まだまだあります。もうすでに体が焼き物の匂いっていう感じになってる。あ、すごいすごい、大量大量。お好み焼き、うわーすごい。ナヨロから煮込みジンギスカン、ドーン、ドーン、カレのドーン、ドーン、カレのドーン、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 音楽がいいね、煮込みジンギスカン、ね、オリジナル。東神楽町からは夢ピリカです。新米2キロで1200円、お安いよ。米騒動からね、出ますよ新米。東川町からはきめ細やかでふわふわ食感、大雪朝日岳厳選かき氷です。のっけめち茶漬け3種類です。ビフカ町のメンチは長蛇の列、人気なんだね。沖縄そば700円も長蛇の列。元祖旭川手羽先レンちゃんは鶏肉焼いてる焼いてる。幌加内からは市村ミートさん、焼いてる焼いてる。幌加内は牛串ビッグホルモン炒めいかがですか。深川からはタコドドン、海鮮すごい。
らっしゃいませ。門別からも海鮮ドドン。美味しそう。カニコーラよ。カニお願いします。熱々で提供しますという、これが気になる門別よ。ホッケとホタテ飯で1000円です。あ、お昼時にいいね。いかがですか。親鶏の三回焼きっていう、こういう細かいようなやつが面白いです。小平町からはタコですよ。わー、入った。塩といえばやっぱりしじみですよ。しじみご飯が出てる。面白い。しじみご飯600円。しじみラーメンに出ました、チューチュープリン。すごい懐かしい。そぼろ町は甘エビの素揚げです。和式町からはクレープが出ている、フルフルトマト、フルーツトマト出てます。稚内からはカスベの唐揚げ。淀見町は、わー美味しそう、スモークチキンとか餃子ニンニクのソーセージ、豚スペアリブ。画像で匂いが伝わらないのは悔しい。残念。めちゃめちゃいい匂いしてますよ今。匂いめちゃめちゃいいです。稚内からは宗谷岬牧場のハンバーグ、ジュージュー。ベイビースターさん、ドドン、クマ鍋、クマ、この大きさ、クマ鍋。アイヌのお茶とかもあります。面白いです。鹿ソーセージとかね、鹿シリーズです。カムイゴールデンセットもあると。フランクね。本当だ、熊鍋。1000円。美味しいんですか？昆布だしとお塩で、本当素朴な味なんですけど、昔からアイヌの方が伝統的に食べてこられたそのままの味を再現してます。ちょっと牛テールのような。あ、臭みもないんですか。博食大学とか国際高校とかのブースもあります。剣淵高校こと学校かな。お野菜出てます。今出したいね。子供縁日コーナーもドーンってある。とてつもなく広い。もう北海道の味覚が集結だから、観光客の人ここに来たら全部の北海道の味覚が楽しめるかも。ゲットゲットところに。はい、どうぞ。ありがとうございます。また買っちゃいました。なんだかんだいっぱい買っちゃいました。駅前の方行きます。駅前行きます。駅前の方は鹿児島とか北海道じゃないお店がたくさんあります。わあ、鹿児島のヒレカツ串とか豚。鹿児島の南薩摩市から来ました。ただいま黒豚のトンテキとヒレカツをお入れしています。鹿児島は芋焼酎で有名なので、芋焼酎のハイボールもご用意してます。ぜひ一度ご賞味ください。台湾ブースがなんとあるという。おめちゃ面白いものがあります。台湾カフェ、ルーローハンとかも食べられる。愛知県名古屋市からは飛騨牛専門店、牛です。美味しそう。なんかバックヤードがすごいよ、肉だらけ。和歌山梅ゼリーとか梅干しもある。茶白い蜂蜜梅干し。和歌山有田からはみかんジュース。深川の深川飯出てる。駅マルシェ、こっちはずっと旭川のブース。駅前の方
白黒マーシュチーズ、おつまみチーズ1パック1000円になっている。モッツァレラチーズ、あ、これはいい。沼田町からは沼田黒毛和牛マン黒いよ、1個600円です。駅の中でもやってます、いろいろある。駅の中です。ここは駅の真前、すごいたくさん出店。とてつもない広さね。ステーキ道場とかチヂミ、広島焼き、味噌ホルモン、焼き鳥、豚鳥、ベーコン、ベーコン、おー、うまい、うまい。ちょっと塩味は強いけど。こちらを押すとチャンネル登録できます。いいねボタン、コメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。